ばんは。はい、寒いですね急にさっきまでちょっと中の方にいたんですけど、出てきたら寒くなってるからちょっとびっくりしてるんですけれども、皆さん寒いと思うんですけれどもね、あったかくしてね、短い時間ではありますけれども、お付き合いよろしくお願いします。私はコジャコと言います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いろんなね、今日はオリジナルの曲を中心にねお届けしていきたいと思います。まず1曲目は、オリオンビールのね CM ソングで使われた曲で、一番桜という曲をお届けしていきたいと思います。もう沖縄はねちょうどいろんな色とりどりの花の季節を迎えています。もう残念ながら桜の季節はねちょっと終わっちゃったんですけれども、花の季節を迎えてる沖縄、そんな春、たくさんの春をね、お届けしていきたいと思います。それでは一番桜。春風に舞い踊る桜が微笑む一番桜。
皆さんよくご存知ですよね、実はですね、しょっちゅう毎日のようにね観光の方々の、前で演奏をさせてもらってるんですけどね、勝ち足踊ったりね、その中でもね、この今からやる天作の花ね、とてもやっぱり観光の方々もね結構知ってる方もいて、この曲が聴きたくて、こちゃこさんが歌ってるこの曲が聴きたくて来たよっていう人も中にはいたりするんですよ。びっくりしますよね。 ありがとうございます。はい、そんなね歌をねお届けしていきましょうね。天作の花、みんなうちのあっちゃんですよね。意味わかりますよね。わからない人もいっぱいいるかね、意味も説明していかないといかんかね。はい、まあでもね、わからない人は調べてみてください。そうですね、まあ去年ね沖縄は本土復帰して40周年というね節目の年を迎えて、そしてこの曲がね県民の愛唱歌として選ばれた曲ですね。みんな知ってました？この歌がね県民の愛唱歌としてね選ばれたんですよね。金作の花やっていきましょうね。じゃあね、僕たちは、あちこちね地域によって歌詞違いますけど一番だけは一緒ですよね。天作の羽やちみさちに住みて、親の言う仕事やちむに住み入れてね、親の言うこともちゃんと聞きなさいよってね、経験いっぱいした人の言うこと聞かないとね、若い人たち間違えたり失敗したり繰り返すからねっていうね、意味も入ってると思います。そしてね、いろんな歌詞がありますけれどもね、僕たちは、天の無理節や何だった天のぶり節やなんだと弓場ゆまりしがうやぬよしぶとや弓やだなんてね、空にある星がね読もうと思えば数えようと思えば数えきれるけど親が言うことは難しくて分かりませんねってね、歌詞を使って、採用してますよ。はい、じゃあそれではねお届けしていきたいと思います。ティンさん、ありがとうございます。皆さんもねぜひ一緒に歌ってください。Yeah.
今なんかインフルエンザとかもね流行ってるみたいなのでね気をつけてくださいね、そしたら次の曲がね私の今日の最後の曲になりますけれども、最後は「うむい歌」という曲をお届けしていきたいと思います。うむい歌とは思いを込めた歌っていう意味でですね、はい、この曲はですね、まあ、沖縄じゃなくて沖縄からちょっと本土の方に飛んで東京のね新宿アルタビジョンとか皆さんご存知ですか。毎日タモリさんが渡っていいと思うってやってるところの外に大きな街頭ビジョンがあるんですけど、そちらでね毎年夏になると、沖縄のヒーリング映像に合わせて、これからお届けする曲が流れています。うまい歌と思う込めた歌、そしてあと2つ曲の中に方言が入っています。ナチカさんとチモガナさんっていう方言が入ってて、ナチカさんとは泣きそうになることナチカさん、そしてチモガナさんとは心から愛おしいというね、そんな沖縄方言も入れながら、お届けしていきたいと思います。本当にね、次の曲が最後の曲になりますけれどもね、はい、もさもさ、そうだしが、もう準備、もうちょっとかかりますね。まあね、沖縄から今言ってたらね、なんと毎年夏にはね、笑っていいと思ってるところでね、毎日流れてるよね、思い歌。僕たちもね、東京とか出張行った時に、間近に見た時は感動しましたね。ね、そんな30分ぐらい張り付いて見てました、ありがとうございます。全国にね、沖縄の歌、沖縄メロディーね、どん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 届けていきたいなと思いますのでね、ぜひうちのうちの皆さんもね応援してくださいね。はい、よろしくお願いします。それではね、ありがとうございます。Thank you.
たの隣にはあなたを思ってくれている人がいます。ついつい当たり前になってしまって忘れてしまいがちですが、忘れてしまわないようにいつまでも大切にしてください。